船木正勝です、今回は、船木正勝は女子プロレスラー女子格闘技選手のことをどう思っているかについてをお話ししてみたいと思います。まずはですね、女子プロレスラーですね、まあ、女子プロと言いますと、まあ、自分がその小さい頃はミミ萩原さんとかですね、あとは、実際にその自分 の, その青森では女子プロは確か夜中に放送してて、なんかそのテレビ番組の欄に女子、全日本女子プロレスっていうふうに書いてましたんで、自分の家にそのビデオデッキが来てからですね、ビデオデッキが来てから録画をして見ていた記憶があります。でその頃は、ビューティーペアですね、ジャッキー佐藤選手、牧上田選手がその主で放送されていたとうっすら記憶があります。まあ、それで自分はどちらかというとその男子プロレス、新日本プロレス、全日本プロレスばっかり見てたんですけども、まあ、それで15歳で入門しました。で入門したらですね、今度は、合宿所でその女子プロのですねビデオを、まあ、毎週ですけども撮って、まあ、みんな合宿所の選手もですね女子プロを見てました。でどんな、まあ、試合するのかなとか、多分そういうそんな感じで見てたと思うんですけども、必ずその全日本と新日本と女子プロですね、全日本女子、その3つは必ず録画をして、そのみんなでその、まあ、見てた記憶があります。でその頃になりますとですね、今度はその、新しく、クラッシュギャルズというその、2人の、ペアが出てきまして、長尾千草さんと、ライオンズ飛鳥さんですねが試合を主で試合を中継するようになりまして、でまあ、自分もそのなんか、まあ、まだデビューしたばっかりだった時なんですけども、まあ、そのビデオを見ながら、あ、なんか女子プロってすごい試合、女子プロもすごい試合するんだなと、あとは、その頃ちょうど UWF に前田さんとか高田さんとかがその行ってしまった後に、なんかその女子プロ専門っぽいような、デラックスプロレスというその雑誌がありまして、その雑誌で前田さんとその長谷千草選手がその対談したりとかですね、なんか前田さんと長谷千草選手がその一緒になんか空手のトレーニングをしたりとか、なんかそんな記事を見て、なんかすごく親近感が湧いてきました。でまあ当時やっぱりその、女性という部分ではやっぱり女子プロの中継を見るのも結構その女性を見るというそういう感覚でも見てたと思います。で自分がその中で、まあ、みんなそれぞれ誰がいいとかっていう、そんな男ですからやっぱり誰がいいとかそんな感じでこう見てるんですけども、自分のお気に入りだった選手は、舘野紀生選手でした。舘野紀生さんで、まあ舘野紀生さんはどちらかというと、ちょっと荒々しくないというか、まあ、本当に女の人が戦っているっていうそういう感覚で見てましたので、自分は舘野紀生さんがのファンでした。それで、舘野紀生さんの本当のその試合を見るために、東京体育館とかですね、あとは両国国技館、蔵前両国ですね、で、全日本女子があるという時に練習生を一緒に誘って見に行ったりとかですね、そんなこともしてました。まあ、ちょっとした追っかけなんですけども、まあ、ちょっと脱線しました。で、まあ、クラッシュギャルズ全盛の時ですね、で自分がその17ぐらいになった時にですね、今度は、ジャパン女子プロレスという団体ができました。でそのジャパン女子プロレス、ジャッキー佐藤さんが長で、であとはほとんどその、新しい新人ですね、新人をその入れて、それで一からそのトレーニングをして新しく団体を作るということで、その、トレーナーとしてですね、コーチが山本小鉄さん、当時の自分たちのその先生でもあるんですけども、山本小鉄さんがジャパン女子のコーチになることになりました。で毎日ですね、ほとんど毎日、日曜日は抜いた毎日ですね、自分たち午前中からお昼にかけて合同練習終わった後に、昼過ぎから夕方にかけてがですね、そのジャパン女子の練習生たちのトレーニングの時間になりました。でまあその時は山本小鉄さんが直々にその毎日指導するんですけども、やっぱり動かなければいけない選手が、動く選手も必要だということで、自分とですね、あとはそのウルティモドラゴンになる前の浅井選手が一緒にその
トレーニングの手伝いをしてました。なので、まあ、その時にそのデビューする前 の, そのキューティー選手とかも実際にその見てましたし、あとはジャッキー佐藤さんと山本小鉄さんがそのスパーリングしたりとかですね、そういったこともしっかりと未だに覚えてます。で、ジャパン女子プロレスの旗揚げ戦も見に行きました。で、まあみんないつも練習一緒にやってた人がその動いてるってことで、なんかすごくなんかそうですね、男子プロレスとは違う、形なんですけども、ちょっと応援したくなるというか、そんな感じで見てました。で、それからまた1年、2年後ぐらいですか、1、2年後の18から19の間なんですけども、今度は、自分がそのコッポですね、コッポを習い始めて、で少しその立った時にですね、今度は、キューティー鈴木さん選手と、あとは、ライオネス飛鳥選手がそのコッポを習いたいという、なんかそんな感じで何日間か通って、一緒にそのライガーさんと3人で一緒にそのトレーニングをの手伝いをした記憶もあります。そしてですね、ちょうどこれは 2,3 年前の話、今から 2,3 年前の話なんですけども、まあそうやっていろんなその場所場面場面でその女子プロレスラーとこう遭遇して一緒にいた時間があったんですけども、ちょうど 2,3 年ぐらい前に女子プロレスラーと対戦をすることにもなりました。でまず1人目が首里選手ですね。パンクラスで、活躍もした、総合で活躍もしてるんですけども、普段はその女子プロをやってるということで、それで、女子プロレス、一心力選手の特別興行で、首里選手とタッグマッチで当たったんですけども、やっぱりそうですね、ある程度その、まあ、ある程度の力で蹴っても全然男の選手を蹴るのとは全くこう足の当たりというかが全然違って、本当にこう飛んでいくような感じですね。ただまあ体鍛えてますんで、そのちょっともまあ硬い感じで、硬いものをその硬いんですけども軽いものをその蹴ってる。で男の男子の場合はちゃんとその重くて硬いものをこうずしんと蹴ってる、なんか軽くて硬いものをポンと蹴ってる感覚なので、なんかその一発蹴るごとにこう飛ぶような感じですね。そんな感じを受けました。でちょっとそのいつも通りぐらいそのやったつもりがですね、すごくこう遠くに飛んでしまうので、なんかお客さんもちょっとびっくりして、で逆にその自分もびっくりして、なんかそんな感じで、あとは、その後ですね、大仁田選手と その電流爆破の、中の1試合だったんですけども、なんか2試合ですね、長谷川選手と大仁田選手が組んだりとかですね、あとは4ウェイですかね、4人同時にその戦うみたいな、電流爆破で戦うっていうそのシチュエーションで2回ほど長谷選手とこう手を合わせたんですけども、やっぱりある程度長谷選手も、女子プロレスラーの中では結構体が重い方だと思うんですけども、まだやっぱりその男の選手の方が当たりが強いというか、結構やっぱり女性だなと。で、自分がその投げた後にこうフォールなんか技やって、蹴りかなんかやってフォールした時も、やっぱりこうフォールした感覚がその柔らかいというかですね、やっぱりそこでちょっと女性だなと、そういう感覚になってしまいますので、やっぱり正直、試合はですね本当にやりづらいと、なんか本気になれないその自分がいたなと、普段の自分がそこにいてしまうな感じなので、女子プロレスラーの選手とはちょっと試合はしづらいなというのが本質です。体の違いをやっぱり感じてしまいました。それから、女子プロで言いますと、WWE ですね、 WWE に結構最近は日本の選手がこうどんどん進出していく時代になりましたけども、全体的に見てますと、女子プロの選手、3人ですね、アスカ選手とカイリ選手、そしてイオ選手、この3人が今行ってて、でなんか自分もそれをきっかけに、その前の試合とかですね、そのアスカ選手とかがその日本で戦っていた時の試合のビデオとかを YouTube とかで見たりするんですけども、
なんか向こうに行くとですね、女子プロレスラーみんな輝いて見えると、なんかあのそんな感じが、やっぱりその周りがその外国人選手という中でちょっとこう異質なんですけども、それなりになんか違う、日本にいる時とはこう違う、こう色ですね、色としてなんかそのしっかりとその順応できてるなと、そんな感じがしました。でやっぱり、男子もその中村選手とか、健太選手とかですねが行ってるんですけども、ちょっとやっぱり日本に行った時の方があのこう自分本来の姿というかですね、そんな感じで、あの WW に行ったらちょっとこうなんか日本に行った時よりも少し、ちょっと、なんか自分本来の姿になってないようなですね、そんな感じを感じてしまいます。なのであの WWE に行った選手に関してはやっぱり男子よりもその女子の方がですね、うまくその順応できてしっかりと輝いてるなと、そんな感じがします。なのでその辺のその順応ができるというそのあのなんかあの感覚というかですね、その辺もやっぱり女性特有のものがあるのではないかなと思います。なのでWWE に関しては行った選手に関してはやっぱりその女子プロレスラーはやっぱり WWE ではすごく輝いて見えるなと、なんか日本にいる時よりも特別な感じで、例えば、スターで言えばそのやっぱりあの日本俳優とかですね、あの日本であのやってる時よりも海外のハリウッド映画に出てるような、そんな感じに見えますね。なんかあのいつもよりも輝いて見えます。で、まあ、それもあるんですけども、個人的にはですね、女子プロレスラーの中で一番今その、目をそのつけてるというか、その気にしてるというか、あの自分が、個人的に思ってる選手は、仙台女子プロレスの里村芽衣子選手ですね。彼女は、まあ、彼女もその WWE とかたまにこう出るんですけども、主はやっぱり日本ですね、しっかりとその地に足をつけてというかですね、日本で毎日毎日やっぱその巡業も含めてそのしっかりと日本の、プロレス、日本プロレス、日本の女子プロレスで日本のスタイルですね、ジャパニーズスタイルの日本式のスタイルでそのしっかりとその日本で、日本の女子プロレスをその守りながらですね、その活躍をしているっていうことで、すごくあの里村芽衣子選手は一番今自分が注目している女子プロレスラーの一人です。そして、随分その女子プロレスの話は長くなったんですけども、女子格闘技ですね、女子 MMA、これはやっぱりあの、まあ、歴史はあの浅いですけども、少ないんですけども、まあ、いろんなその女子格闘技の総合の試合見てまして、あの一番感じるのはやっぱり体の柔らかさですね。本当にあの男の選手だとやっぱ筋肉とかもたくさんやっぱりそのありますので、あの腕とかでもすごくすぐこう伸びてすぐこうギブアップとかしてしまうんですけども、女子の場合はやっぱりその腕が本当にあのちょっと反対側に曲がったとしてもまだちょっとその柔らかいので我慢できるというか、あとはまあ殴り合いでもですね、なかなかそのあの諦めないというかですね、結構もう本当にこんななってもまだ相手のことを睨みつけてその殴り合いをしてるって、そんなシーンも結構見ましたので、あのまあなんとなくですけども、実はあの男よりもあの女性の方が格闘技には向いてるんじゃないかなって、そういう気が自分は持ってます。あのやっぱりその筋肉とかですね、体のあの大きさと筋肉の量が違うだけで、実はその体の柔らかさとか、あとはその戦うその気持ちですね、実際その戦いに入ってしまったらなんかその情も捨てて一心不乱でその戦う姿っていうのはなんか女性の格闘家の方が多いような気がします、なんとなくですけども。でやっぱり、最近ですね、あのインスタグラムっていうあの写真がいっぱいこう載ってるそのインターネットの、SNS があるんですけども、それを見てると海外のその女子ですね、あの女の人で結構その男の本当に一般のその辺の男の人よりもこう筋肉がそのついてるというかですね、盛り上がって、それでいてちゃんと胸もあってくびれもあってって、そんなような人がたくさんそのインスタグラム見てるとフィットネスのあたりに出てくるんですね。なので
これはちょっと、まあ、日本でも最近その女子、女の人が、ウエイトトレーニングをしたりとかですね、なんかお尻の筋肉をこうつけてお尻を形を良くしたりとか、そんな、のがだんだんこう海外から流れてきてますので、なんとなくですけども、男は筋肉を鍛えて当たり前ってい うそんな時代からですね、男ももっと筋肉を鍛えなければいけないんじゃないかなと、そういうなんかちょっとしたその危機感じゃないですけども、もしかしたらこのままいってしまうとこの男女逆転のなんかその、時代が来てしまうんじゃないかなと、そんな気もします。なので男ですね、まあ、自分も含めもっと体を鍛えて、で男らしくですね生きていかなければと、思ってしまいました。そんな感じですけどね、まあ、女子プロ、女子格闘技の話からやっぱりその女の人は強いという、心が強いと、で体もどんどん最近強くなってきてるんで、このままだったら男女逆転してしまう、そんな、ことを思ってしまいました。以上です。今回は、船木正勝は、女子プロレスラー、女子格闘技選手のことをどう思っているかについてお話してみました。ご視聴ありがとうございます。